さて、いよいよドローンを動かしたいのですけども、ここで重要な概念がペアリングという概念になります。ペアリングというのは、わかりやすく言うと動機ということになるんですが、二つの動機が必要になりまして、一つは、コントローラーになりうるスマホタブレットとドローンの動機。このことによって、スマホタブレットで操縦も可能になりますし、撮影も可能になります。それともう一つはリモコンであるコントローラーとドローンの同期、この二つをやっていただく必要があると思います。で、いろいろやってみますと、これ手順前後をするとですね、コントローラーから先に、ドローンと同期しますと撮影ができない、 E58 はできないというケースが現れますので、このスマホタブレットのドローンと同期をしてからコントローラーと同期をするということをやっていただけると、うまくいくんじゃないかなと思います。さて、いよいよその、ドローンと、タブレットもしくは、iPad などのスマホとの連動というペアリングを考えるんですが、手順としてまず、ドローンの電源を入れます。で、ドローンの電源を入れると、見えますか？ドローンのお尻の部分が赤くチカ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 ってなりますよね。この状態で、タブレットもしくはスマホをですね、開いて、設定アプリを開いていただきますと、こちらにありますように 720p という Wi-Fi が捕まえられます。これがドローンが実装している Wi-Fi なんです。で、Wi-Fi が捕まえられたら次の作業として、ペアリングを行うんですが、JYUFO の、アプリをタップしていただいて、そうすると JYUFO を開きますので、こちらのプレイというボタンをタップします。そうすると、画面左下のような画面になりますので、これで、一番左のボタンは写真を撮る、次のボタンが動画を撮る、次のぐるりマークは撮影データを確認するというボタンなので、どれをやるのかっていうのを選んでいただくんですが、これはあくまで先ほどもちょっとお話ししましたように、まず飛行を開始してからこのボタンを押さないと機能しない、録画できてないというケースがあるので、ご注意いただきたいと思います。JYUFO とでペアリングをやる方法について、もう一つ注意点があるのでお話をします。JYUFO のアプリをタップして、で、こちらに工具マークが出ますけども、この工具マークをタップします。そうすると、何気にこういう画面が出てきますけど、ちょっと拡大しましょう。この時に、プレビュー 720p っていうところがありますので、これをオンにしていただくっていうのがポイントになります。次にコントローラーとのペアリングについて、確認をしたいと思います。で、コントローラーとのペアリングなんですが、もう一回ご説明すると、 JYUFO は電源を入れるとこのようにお尻の部分が赤くピカピカして、前の部分にライトが点滅しています。そこでここで電源、コントローラーの電源をですね、オンにします。ピピッという音がしましたね。で、この後にコントロールレバーの左の部分を上、下、ちょっとピーって音がしました。これで、コントローラーと、ペアリングが、E58 のペアリングが完了したと。その結果、さっきは赤いランプがペコペコ点滅していましたが、こちらの E58 の点滅が終了してますので、これでいつでも飛行ができるというような状況になります。